唐虎ト,トラ名、朝礼が、唐虎トラ白木三人が ACE1743、トートラ火星2年12月2日は、中国秋代に活躍した文人である。諸賀に匠で宿院名、文朝名、女貞教と並んで、五中の四歳と呼ばれた。字は、白虎、仏教に心を寄せたことから六女と号した。東海源とも呼ばれるが、他の三人とは違って、 感食につくことができなかった。父、当期実は、蘇州クレ県の繁華街で営業していた肉屋だった。長霊とは幼馴染みであった。幼少から理髪であったため教育を受けることができた。絵を、陳天音に学び、早熟型でもあったため人々の注目を集めた。16歳の時に、蘇州富学に入学、生院となった。ここで、同年の文長名と親友となった。 文長名は、協力型のトートラとは対照的な真面目、人間であったが、それゆえに、馬があってこちらも20年にわたる親友となった。文長名の父、文林も、トートラの才能を認めており、自分のネットワークを通じて、トートラの名を宣伝してくれた。名門の子であった、祝院名は、飲むうつ、買うの道楽者で、突飛な気候で知られた人物であり10歳、年上だったが、 生涯にわたる親友となった。1488年、最初の妻、女子と結婚したが、6年後死別した。青年期になって、家去受験のため勉学に励むが、ご覧の通りの協力者ゆえに全く身が入らなかった。この状況を見るに見かねた、職員名の説教によって、一年発起、遊びにも目をくれず、一心不乱に勉学に励んだ結果、 1498年29歳の時、南京で行われた里見にトップで合格。里見をトップで合格した者は、海源と呼ばれるため、東海源という呼び名もここから来ている。過去に落第し続けた、宿院名や文長名とは違い、高級官僚への道が開けたように見えたが思わぬ、落とし穴が待ち受けていた、開始でのカンニング事件に連座して投獄。その結果、 過去の受験資格を失ってしまうのである。一説には、実は、開始の主席合格が決まっており、発表前にそのことを知った同郷で、同じ受験生の宮子厚という人物が、嫉妬のあまりに、関係筋に残言したことが原因という話もあって、事実は定かではないが、当虎は、宮子厚という人物を修正嫌い抜いた。 誰かが、おせっかいにも二人の間を修復しようと顔を合わせる、機械を作ったが、トウトラは、宮古厚氏の顔を見るなり、建物の2階から飛び降りてそのまま帰って、しまったりという話もあり、温厚紳士で知られた親友の文長名でさえも、宮古厚氏の話になると嫌悪感をあらわにしたという、官僚になる機械を奪われた、トウトラであったが、幸いなことに時代が味方してくれた。彼の生きた、 秋代中期というのは、経済が発展した時代であり、管理や定職につかなくても生きていけた。蘇州という都市は大都市であると同時に、元松は、長島ことの根拠地として、民の派行に最後まで抵抗したことから明成立後に弾圧を受けたが、経済都市として、昔に勝る繁栄を遂げたという歴史を持つだけに、反権力的であり、落第者に対しても優しい空気を持っていた。 そんな気風の中で、トートラは自作の絵や書を売りながら、生計を立てていく。蘇州の人々には書画を買って楽しめる、経済的余力が十分にあり、加えて、技術や自由奔放な人物ぶりからトートラの名声は高く、彼の書画は飛ぶように売れたという。トートラは、はじめ陳天音の画法で描いたが、1500年頃から、修身から学んだ、離島風を採用した。 唐虎の人物画は、終身の影響とともに、クレイ、森すみれからの影響が明らかである。1512年に、日本人商人、被告郎に、自作の詩を辞書して送っていて現存している、増被告郎氏。1500年頃から文長名と疎遠になっていたが、1513年に、就校を願う手紙をに送っている。1514年に、ネヨウの熱い将兵に応じて、 ロザンやパン用コに遊びつつ、南昇に至った。ネイオウと肌の合わないことを知り、すっぱだかで、寝オウの死者の前に現れるという奇策で、南昇を脱出することができ、1515 15年秋頃に、蘇州に帰った。その結果、1519年のネイオウの乱において、追求されることはなかった。その後は、諸画家、文人として、平穏な世界の中、 支柱に漂白して自由人として生きた。トウトラは1523年54歳で、その生涯を閉じた。経済的には貧困にあえいでいたかもしれないが、何者にもとらわれることなく自由に生きられた人生は幸福だったと言えるだろう。増費国老死分解散オンライン。ありがとうございます。